ライフバスですチクチクするのもうダメだ潰れちゃった出ましたよ出た出た部屋中いによ柑橘スーッとするどうもハパコでーすいやー暇だな暇だな暇そうだ声優作ろうということで今日のタイトルは赤いぞ松から声優を取るです見てこれが赤いぞ松ですチクチクするのでこの赤いぞ松の声優は軽い柑橘系と言われてるんですよねしかもいろんな効果がありまして消臭効果虫刺されにいいんですあとリラックス効果があるんですなんか調べると葉っぱくんが今まで取ってきたトドマツとかハイマツの精油に比べて赤いぞ松の精油はとんでもなく取れる精油が少ないんですふわん今日はですね結構ねコメント欄にね蒸留機のこと書いてくれる方も多いのでですね手作り蒸留機を詳しく説明しながら作っていきたいと思いますまず鍋用意しまーすこの鍋はねノーメーカーですねこの鍋のいいところはですねここにくぼみがあるんですよねこれいいんですよここに蓋した後にクリップで挟むんですけどこのくぼみがあることでですねクリップがですねうまいことかかるというね素晴らしいくぼみになっております次はですね鍋の中にこれが必要なんで何で作ったかというと100均の鍋式にですね上に100均の蒸し器をつけましたね付け方はこれホームセンターとかで売ってるシリコーンっていうね接着剤あるんですけどもそれで止めてます鍋の中にこれを入れてですね蓋を開けるわけですよ蒸し器の下は水をこの蒸し器の上は精油にしたい植物をぎゅうぎゅうに詰めるという仕掛けでございます次これが鍋の蓋ですねここにね持つとこあったんですよ持つとこね取ったらですねこうやって穴が開くんですよねこの穴をですね生かすわけですよね上の方にですね100均で売ってるロートをですねホームセンターのシリコンでガチンコチンにふっつけますロートの上にはですねロートの太さに合った耐熱のシリコンチューブをですねつけます次はこのバケツにつながってくるわけでございますシリコンチューブとつながってるのがこの導管につながります1メーターの導管をぐるぐるぐるっと手でね、丸く変形させますねこの導管の先にはこれ穴開けました開けたところに導管の先が出てくると切り込んでまた接着してます何箇所かね穴開けてます次このバケツの底にも穴開けましたホースのジョイントをつけましたねこれ何かというとホースつなげますこの下からですね水を入れますするとですねここは冷たい水で張られます熱々の蒸気がこの管に入りますんで蒸気を冷ましてオイルに変えるというような状態ですねはい大体説明できましたのであとは作りながらね説明していきたいと思いますそれでは早速作りまーすそれでは鍋に水入れまーすどん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 赤いぞ松入れていきまーす2センチ間隔でーすいいな枝と葉っぱ入れてくださいね枝にもオイル精油が入ってますからねすごい部屋がね今までで一番柑橘系じゃないかなこれものすごい柑橘系の匂いしますね結構ねいっぱいになってきてるように見えますけどもまだ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 入りますんでねここが重要ですいっぱい入れるんですはいこんなもんでいいでしょう押さえてガーッと押さえても蓋分は返ってくるって感じですね次に蓋を閉めますダイソーのクリップを閉めますここでこのへこみが役立つんですよはいそれでは台所行きまーすこのように鍋をセッティングしましてですねで蓋にレンガの重しを乗せますこれでバッチシですシリコンチューブに赤いぞ松の水蒸気がグググググググーッと入ってきますこの中をグル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 ーッとこう回っていきますでここにポタ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 落ちてくるんですけどもこれすごい仕掛けなんですよね。ここにですね、オイルとオイルじゃない成分が入ってくるんですよね。オイルは水に浮きます。なので上の方にあります。オイルじゃない部分はですね、この管を通ってですね、この水位になるとここからポタ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 落ちていきます。なので、オイルだけがどん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 これに溜まるという仕組みになっている素晴らしいもんでございます。で、ここから出てきたオイルじゃない部分もですね、これエッセンシャルウォーターといって使えますんで、それはそれでこれで取っていきたいと思います。ここから水が出るんですけども、なぜか、あんなと奥に蛇口があるんですそこにホースをつなげてますそしてこのバケツの下に先ほどのジョイントにつながってるということですでレンガを積み上げていい感じの高さにバケツを置きますそれでは早速水を溜めていきたいと思います水が溜まりましたコンロつけまーすずっと強火でーすだいぶ水滴ついてきてますねもうそろそろ精油取れるんじゃないですかこれ出ました出たおー溢れあ、いい匂い、いい匂い。
蒸気ムンムンですねこれね。葉っぱくん気づきましたよ。なかなか出ないなって思ったらですね、ここから漏れてる。ちょうどいい量漏れてるから溢れないんだ。これはやっと機能しましたね。なんか出てるもんね、出てるもんね。これをしたかったんです。これがしたかったの。この色が違うとこありますよね。これがオイルですね。潰れた、もうダメだ、潰れちゃった。ちょっと焦げ臭い匂いしてきたんで止めます。完成でございます。やっと。もうしんどいけど部屋中いい匂い。見てよ、ちょっとね色が違うところ、これがねオイルの部分ですね。あと全部違うんですよね。上の部分だけなんですよね、オイルっていうのが。それではですね、これねオイルの部分をですねちょっと肌につけて匂いを嗅ぎたいと思います。どんな匂いだろうな。おー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 、オイルだー。オイル塗ってるこのテカテカ感わかるかな。あースーッとする。柑橘鼻スーッとする。あークール、そこそこ。はい、ということで今日の感想は、赤いズマツから声優を取るわ、今までで一番爽やかな声優。すごいですよ、鼻がツーッと通るんですもん。もうね蒸留してる時のその水蒸気の匂いはね、本当に柑橘系、軽い柑橘系じゃなくて結構どぎつい柑橘系の匂いしてるんですよね。でオイルをつけるとですね、柑橘系の匂いがカーンとくるんですけども、その後にね鼻をふーっと涼しくしてくれるんですよね。みんなが好きそうな匂いですね。あー最高、リラックスしてるというところで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなという人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。